酒粕と牛乳なので、酒粕は波受神社のおみきに使っている加賀百万石の名酒の万歳楽というところの酒粕を使ってます。それと牛乳を一緒にブレンドしてるんですが、牛乳というのはうち牛肉屋さんなんで、そうですよね。なので牛乳も一緒にブレンドしてまろやかにしてあるのがこの酒粕でございますので、なんでお肉が出てこないかなって、牛肉と牛肉つながりなんです。あ、そういうことなんだ。波除稲荷神社ですから、稲荷っていうんですから、みんな御神宣伝稲荷神社で、あのね、神社って昔はみんなどこでも田んぼを持ってたんですよ、御神宣伝って、うん、でその田んぼで稲穂でもって、例えば今皇居だとかにの天皇陛下がみんな田んぼを作って、ね、その稲穂でもって、うん、新嘗祭っつって11月にある神様にお供えする穀物、それは自分のところの田んぼで作ってたんですよ。だから神社は過去あってたんですけど、もう戦後全部なくなってしまって、中央だから今港区で全部の神社で一つだけ、それから、明治神宮、それから皇居と波除稲荷神社一社持ってるんですよ、御神宣伝っていうのを。要するにそこの田んぼで作ってお米を全部神様にお供えして御神仙やって、それで稲穂を使って、でそういうことで毎年やるんで、田植えに稲穂ですからね、お米神社ので田植えに6月にお田植え祭ってやるんですよ。で行かれてたって、 で9月に縫い母祭って言って、縫い穂を抜く縫い母祭、それを刈り取りで、今みたいにこういうふうに編んで波除神社におーっつってこういうふうにやって、神社それで一作取って神様にお供えしてお祭りを毎年毎年、僕も25年ぐらい行ってますけど、ずっと行ってるんですよ。で田んぼが一丁分ありますから、でまあ使うのは半分3分の1ぐらいで、残り親さん、これ田んぼの主は田主って言うんです。田んぼの主、その田主さんは旅館をやって、いつもその旅館に泊まって田んぼを置いて、で縫い母祭やって、で全部が全部神社に持ってくるわけじゃなくて、ね、そこは無料で親さんが貸し出してるわけ。そこの、その波除稲荷神社が気に入って、この田んぼをただで貸すよっつって、ここは御神仙で神様の田んぼだって言って、神様の田んぼを波除稲荷神社無料で貸してる。でその神言ってるんで、僕が使ってんの、こんだけ残りどうすんの、それ売るのって言ったら、バカ言ってんじゃねえよ、神様の田んぼ売るわけにいかない、ね、みんなスズメに天に見せるんだって言ったから、うん、そしたらば、そこに万歳楽の社長が、うん、今の社長、前の社長がいたんですよ。ということは、この田主のおやつは加賀の鈴木の鈴木町の観光協会の副会長さんで、観光協会の副会長だから、で万歳楽の社長も観光協会の副会長やってて、で一緒に2歳もみんなが来てた。でこのお米じゃもったいないからね、ご神酒を作ろう、で神様のお米を作る、要するにお酒を作ろうって、どこの神社でもよくご神酒ってあるんですけど、あれは精神メーカーが作ったやつにラベルこう貼るだけなんですよ。その神様の田んぼで作った米って日本でただ一つ波除稲荷神社しかないんですよ。でさっきのこれね、波除けってあるでしょ、今あった波除けさっきありました、これね、波除け神社、これそうだけど、波除け神社で作ったそのご神酒、これ非売ですから、これ万歳によ、波除け私、試飲に来てるので、美味しいよね。これ子供も飲んで大丈夫なのかな。あ、大丈夫です。アルコールは入ってないと思う。まあ、ね、あ、そう。ノンアルコールなんだ。ノンアルコール。気持ちがちょっとある。赤ちゃんはダメ。赤ちゃんはダメ。赤ちゃんはダメ。全部測ったら 0.6%、1% 未満がノンアルコールって言えるんで、ノンアルコールなんだけど 0% ではないんです。へえ。子供はでも乳幼児はちょっとやる。運転してるのも全然大丈夫なんだけど。でも微量入ってるからすごく美味しい。プレーンきな粉、抹茶黒ごまあーこれね、マッシュの混ぜるそれぞれが、こっちの誰が考えたんですか。これ考えたのはみんなで考えました。はい、最初加賀だったんで、
百万石ミルクっていう名前だったの実は。なんか普通そうつけるでしょ、百万石ミルク、よし行くぜとか言って3人で盛り上がっちゃってもしおめでとう百万石ミルクって言ってたんだけど、あの若い人たちに聞いたらバッカじゃねえのって言われてあのこれからインスタとか SNS とかで発信するのに百万石ミルクってどうやってあのインバウンドの人たちに説明するの、何行あればいいんですかみたいなこと言われて、あそれそうだよなと、それだったらこうウサギのマークで、ある人がウサギのこうマークをピピピッと書いてこれどうですかみたいな感じで、で真っ白だから真っ白ってどうですかっていうのでみんなおーこれか新しい時代はということで我々も